皆さんこんにちは、堀川春樹小学6年生12歳です。最近寒くなってきましたね。そういう時はこのさつまいもを食べて暖かくなりましょう。はい、それでは今回はアイネクライブの歌います。聴いてください。私あなたに会えて本当に嬉しいのに、当たり前のようにそれは全てが悲しいんだ。今会いたいくらい幸せなものが、いつか来るお別れを育てて歩く。誰かの居場所を奪い生きるくらいならばもう、私は石ころにでもなれたならいいな。だとした勘違いも戸惑いもない。そうやってあなたまでも知らないままで、あなたに私の思いが全部伝わってほしいのに、誰にも言えない秘密があって、そうついてしまうのだ。あなたが思えば思うよりいくつも私は苦しないのに、どうしてどうしてどうして、消えない悲しみも心にも、あなたといればそれでよかったねと笑えるのがどんなに嬉しいか。目の前の全てがぼやけては溶けてゆくような、奇跡で溢れて足りないや。私の名前を呼んでくれた。ありがとうございました。改めまして、こんにちは、堀川春樹小学6年生12歳です。最近レッドライバーってじゃないですか。それで初級と中級で分かれてやるところあったんですけど、今初級で中級に行けるようにめっちゃ頑張ってます。はい、今日はスターライトパレードを歌います。聴いてください。Welcome to the Starlight Party。 星が震えない夜にもう一度連れて行って、あの世界へ。星空にまた消えていく。